たちが労苦なくして神様を売り込むことなんて無理ですよ。自分がどれだけ神様っていうのはもう完全であるか、神様っていうのは確かなものであるかっていうのを分かった私たちが神様のことを紹介するには、理解するものには努力も必要ですよ。頭も必要ですよ。祈りが必要ですよ。やるだけのことをやるんですよ。伴走するんですよ。してもらいたいことをするんですよ。それが本当の教会であり、教会が天国の大事点として、この地上で地上において、その役割を果たしていくではないか。私たちは神様の言うことから外れる時もありますよ。外れようと思ったら簡単に舵を取れるですよ。右なのに左行ったり、その罪を教えるために旧約の律法はあるってパウロは言ったんですよね。律法がなければ私は罪を知ることがなかったって言ってるんですよ。一歩進んでイエス様は心の動機、それがすなわち罪ですよ。罪がはらんで私は死が生むんですよね。罪の報酬は死だと書いてあるんですよ。厳しい話ばかりで申し訳ないんですが、新命記のですね、8章の17節開ける方だけでいいですから、ありがとうございます。8章のね、17節17と18第3版と319ページ、はい、あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだ、築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これに仕え、これを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。